DR-2300 型機動車は、かつて、台湾鉄路管理局で運用されていた機動車である。純動系の DR-2400 型機動車についても、本項目で述べる。キハ4 0 0系の車内前進は、台湾総督府交通局鉄道部が1935年に購入した、機械式ガソリン動車で、日本車両製造が製造した車両がキハ3 0 0系。 川崎車両が製造したのがキハ400型と形式が分けられたが、車体は同時期に製造された国鉄キハ42000系機動車とほぼ同型である。まず1935年にキハ300系3両、キハ400系2両が、翌1936年にキハ300系2両、キハ400系2両が製造されたが、1937年には、 キハ300型が、ナきハ2300系、キハ400型が、ナきハ2400型に改称され、また両形式とも2両ずつ増備された。戦時中の廃車はなく、降伏後は13両全車が接収され、それぞれ30が2300型、30が2400型がソリンカーと、改盤された後も、四川区で引き続き運用された。 1954年には、アメリカの援助で、発動機を、カミンズ NHHB-600、ディーゼルエンジンに、変速機も、液体式変速機に換装し、1957年には、30DR2300 型、30DR2400 型ディーゼルカーと、改版された。1955年から1958年に、かけて、 車体更新が実施されたが、1957年までに更新された7両については、全面形状を平ら妻に改造された。先頭部には貫通扉が設置され、片側の運転台横には洗面所が設置されたが、それ以外の車体形状には大きな変更はなく、引き続き北部地区の支線を中心に使用された。一方、 1958年に更新された6両については追加工事で窓をバス窓に変更するなどの改造を受けラン線で使用された。1960年頃台車は高速走行に耐えるコイルバネ式のものに乾燥した。1969年から1970年には再び車体更新が行われ DR2500 型に類似した車体を 新生子乗せ替えた。その後、35DR2300 型、35DR2400 型ディーゼルカーと、改版された。しかし、車体の腐食が激しかったため、1983年から1985年に、かけて、同日差し鉄工商で再度車体を、新生紙乗せ替えられ、窓が、バス窓から一段上昇式に変更された。その後も、 四川区にて使用されていたが、1991年に DR2400 型の一両が自己廃車され、残りの車両も DR2100.2200 型同様に日本製の DR1000 型に置き換えられ、1999年には全車廃車された。ありがとうございます。